ぶりのかくれんぼでした。おい霊夢、クゴ、は、は、は、どうしたんだよ。鬼に追いかけられる夢を見た。それ多分夢じゃねえよ。そしてお前が居眠りこいてたせいで、かくれんぼの配信が思いっきり遅れたんだからな。え、それはうつ主がスプラトゥーンにはまりすぎてるからでしょ。まあそれもあるかもしれないな。で今回またチャンネル登録者1500人を記念しまして、第4回かくれんぼオンラインウィズポンコツ杯を開催いたします。みんないつも本当にありがとうね。お見嫁ともども大変感謝しております。この動画の最後に日時などを説明するので、最後まで見てくれるとありがたいんだぜ。そして今回は第3回かくれんぼオンラインの時の後編をお送りするぜ。お見嫁一生懸命隠れるとこ探してるわね。私は今海に来てます。暑い夏皆さんいかがお過ごしでしょうか。なんか旅番組っぽくしようとしてないか。やはり夏といえば海。鬼嫁はもう何年も行ったことはありませんか。だったら言うなよ。いやいや夏といえばお祭りよ。あの焼き鳥の匂い、ビールと一緒に。お前はまだ未成年だからダメだからな。あ、鬼がちらほらやってきたわよ。ちょっとカメラが遠くてよく見えないな。鬼嫁は真ん中のジェットスキーなのよね。ってなんか近づいてきてないか。瞬殺だったな。いつまで経っても隠れるのが下手な鬼嫁。探すのも下手だぞ。悪かったわね。次は段ボール。どこに隠れようかしら。お仲間も全然いないわね。お前といたらすぐ見つかっちゃうからみんな逃げたんだよ。それは言えてる。あ、でもでもみんな来てくれたわよ。あ、ここに隠れましょう。よいしょ。この段ボールの上に乗りたい。鬼嫁もう時間があまりないぞ。あ、なんかよく見えない。鬼嫁カメラの位置変えた方がいいんじゃない？そうね。あ、鬼嫁そっち側じゃなくて反対側に向けないと。こうね。そうそう。で、鬼嫁が上がろうと思ってたところに YouTube のガンさんが乗ってる。鬼嫁時間になってしまったわよ。しかもこれ隠れる人いすぎだろ。すぐバレるって。それなら私もこの上に上がりたい。東方白霊霊夢マリサさんの椅子を足場にして上がったらどうだ。なんだか申し訳ないけどそうさせてもらうわ。鬼嫁鬼が来る。乗れたわ。鬼嫁乗れたわ。てかここに人いすぎだろ。しかもみんな動き回って。みんな、ストーク。あんまりカメラごちゃごちゃ動かすなよ。どっかいいアングルはないかと。鬼嫁鬼来てるぞ。あ、夏浦さん、どんどん見つかって。鬼嫁も見つかったー。鬼は何に隠れてるの？豚肉って表示されたんだけど、これ豚肉じゃない気がするのよね。バブかなんかか。あ、鬼嫁ほんとかくれんぼのセンスゼロだな。はい、おっしゃる通りです。他のプレイヤーの様子でも見てきますかね。シャルさん、微動だにせず。サーバー落ちたかね。サバサバ福岡人さんは逃げ回ってるわね。小さいものだと案外逃げ切れるのかもな。ん？あ、旦那いたんだ。いたわ、最初からいたわ。存在感のない旦那、どんまい。どんまいじゃねえよ、慰めてんじゃねえよ。しかし YouTube のファンさんと仲良く隠れてるわね。YouTube のファンさん動画に映るのうまいわね。さりげに何回も映ってるのよね。いつも参加してくれてるからどこにいれば映れるのかわかってるのかもしれないぞ。あ、シャルさん。あ、YouTube のファンさんが攻めに入ったぞ。これはもしかしたら旦那を助けるためにわざと。な、泣けるわ。お前が泣いてんじゃねえよ。きっと俺から気を逸らすようにあそこで待機をしてるんだな。ナイス。いや旦那も見てないでなんとかしろよ。俺動いたら逃げ切れる自信ないし。さすがポンコツ旦那。あ、シャルさんがやっぱり怪しんでるようね。次は仲間も連れてきたぞ。ごまんさん、読み方間違ってたらごめんねー。逃げる、YouTube のファン。それを追いかけるシャルとごまん。そしてそれを何食わぬ顔で見ているポンコツ旦那。うるせーよ、マジ実だか。もう一人鬼が参戦しに来たな。マッカローニーさん。いじってくださいさんも来たわね。あ、ついに YouTube のファンさんがマッカローニーさんに捕まったわ。あ、これは旦那が捕まるのも時間の問題ね。今までは YouTube のファンさんが助けてくれてたから見つからずに済んでたけど。この部屋には誰もいないみたいだな。残っているのはあと3人、そのうちの1人に旦那。あ、これは、俺はもうダメなのか。霊夢大好きサキタンさんが激励のチャットをくれている。え、しかも見つからなかったのか。旦那ラッキーだったな。次はごまんさんが来てるわよ。俺もう背景の一部となってるんだよ。だから大丈夫だ。ちょうど四角になってるのかしら。おーおーい、旦那はここだよー。なんとでも言うがいいさ。シャルさんが来たわね。みんな待機してるみたいだし、これは45秒切ったらそっちのパターンじゃない？ダダ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 ダ。ふぅ。でも明らかに時間待ちをしている感じ。で、なんでお前はいいところでカメラを切り替えるんだよ。この時は何も考えていませんでした。謎の秘密団さん、すごいところに隠れてるわねー。ここなら見つからないかもしれないな。わあ。
あ、お前はなんでいいところを映してないんだよ。すまんすまん。旦那惜しかったな。あとは謎の秘密団さんだけだな。ここなら大丈夫だろ。じゃあこの時間をお借りして今回参加していただいた皆さんです。たくさんの参加ありがとうございました。次回の参加も待ってるからな。捕まっちゃった。あと少しだったわね。でもすごい。はい、それでは第4回かくれんぼオンラインウィズポンコツ杯の説明をいたします。開催日は2017年7月31日月曜日、時間はいつも通り20時から30分を予定しております。視聴者さんからのリクエストでラストの後に集合写真を撮ろうと思ってますので、ラストの後は鬼嫁の周りに集合をお願いします。参加条件は動画に映ってもいい方なら誰でも OK です。秘密チャンネルの番号は時間になりましたら Twitter とこの動画のコメント欄に表記いたします。参加方法がわからない人は概要欄に前回の説明動画を添付しておきますので、そちらをご覧ください。参加人数は早い者勝ちで25人くらいだと思います。ということで参加お待ちしております。待ってるね。最後まで見てくれてありがとうな。鬼嫁 Twitter 始めました。概要欄に載せておくので、よろしければフォローお願いいたします。よかったらチャンネル登録もよろしくね。